さんこんばんは。年の瀬いかがお過ごしでしょうか。うさでございます。というわけで今年もですね、今からでも間に合う2023箱根駅伝中大の見どころ大予習と題しまして、12月29日に発表された区間エントリーをもとに見どころを紹介していきます。中大の内容に絞ってご紹介しますので、どうぞ中大のことを知りたい人も、そうでない人も見ていただければ、中大の応援がしたくなると思います。ではまずこちら、区間エントリーの復習ですね。1区から10区までの区間エントリーと補欠11番から16番の選手以下のような選手が出ております。今までの、戦績をちょっとまとめてみました。こちらです。昨年の全日本から、今年の箱根、今年出雲、今年の全日本、そして今回の区間エントリーを比較したものです。グレーアウトしているものはすでに卒業した選手で、赤字になっているものは出走経験がない選手ですね。これを見ていただいた上で、大体の区間でですね、2、3、7を除く区間で経験者が抜擢されているなということがわかるかと思います。これを見た上で、先ほどの図にちょっと丸をつけてみましたが、出走をしたことがない3選手を青で囲みました。2、3、7にエントリーしている選手ですね。そして12、14、15、こちらの選手は過去に出走経験があり、なおかつかなり、エースであったり長距離に強いと言われている、かなりの有力選手でございます。なので入れ替わるとしたらこの辺りかなというのが、大方の予想なんですが、じゃあどこに行くのかというのが、皆さん目下の、今騒いでる状況なんですけれども、ちょっとうさですね、そういう予想苦手なんですよ。特にね、藤原監督ってね、本当何考えてるか分かんないんですよ。天才ってね、何考えてるか分かんないんで、ただ言えることは、中野翔太くんと吉井大和くん、お兄ちゃん、この2人が2区3区、どっちかに入ってきて前半で攻めていくだろうなっていうことですね。今年往路優勝というのを中央大学は目標に掲げていますので、往路に早いメンバーをとにかく詰めてくると思うんです。ちょっと可能性的に吉井兄弟のたすきリレーが見られるというちょっと胸熱展開があるかもしれないので、そこは期待ですが、そして白川くんですね。白川くんちょっと7区結構後半でも大事な区間になってきますので、1年生の起用はちょっとハーフタイムのこの記録を見るとないかなと思います。だここが千森くんなのかな。でも千森くんなのかな、ちょっと本当に分かんないです。でもう一個ね、ウサが引っかかってるのが、最近中大がね、 YouTube で各選手が自分のパワーバランスともう一人のパワーバランスをこう自己評価他己評価やるっていう企画をやっていまして、13番補欠で入っている大沢健人くんが若林くん主将ですねと並んで安定感のあるメンバーとしてノミネートされていたんですね。なのでこの大沢くんがもしかしたらどっかに入ってくるかもしれないなっていうのがちょっとうさな読みです。そうなるとまたより一層分かんなくなるので、ちょっともう区間予想はここまでにしておきます。ではまとめです。1区ため池くん、スーパールーキー爆誕なるか。ため池くんはスーパールーキーです、これは言い切ってしまいます。しかし吉井くんほどの爆誕ぶりを果たすことができるのか。そして吉井くんもね、1年目の箱根駅伝はかなり苦戦しましたので、どのくらいその実力が初の箱根路で発揮できるかというところは見ものだと思います。そして2区、多分吉井くんか中野くんが走ると思いますが、ここ多大エースがかなり集結いたします。吉井くんは今まで1区を主に走っていて大活躍していましたけれども、多大エースと一緒に走るというのはこれが初なのではないでしょうか。なので多大エースを振り切っていい順位で走るということをぜひともしてほしいと思います。そして5区ですね、実はここが一番の見どころだとうさ思っています。港パイセンのみんな大好き大石港パイセンが、プレイングコーチとして今年から中大に入っておりますね。港パイセンって現役時代5区めっちゃ走ってて、5区分かってる人なんですよ、めちゃくちゃ。なので山のメガネくんこと阿部くんにその山の指導っていうのはめちゃくちゃしてると思うんですね。
で、その指導を受けた山のメガネくんが一体どういう生かし方をしてきてくれるのかっていうのがすごい期待大です。もしかしたら4代目山の神就任すらありえるんじゃないかとうさ思っております。もう5区が本当に注目ポイントです。そして、6区若林くん、ついにラストイヤーとなってしまいました。首相ですね、今年も山下りは君のものだというわけで若様がここでまた降臨してほしいと思っております。そして8区、うさ一押しロードの鬼中澤くん、全日本ではちょっと途中でね足がつったって言ってたかな、あまり思わしくない順位だったんですが、全日本のこの借りを箱根で返して優勝の美を飾りましょう。中澤くんは今回で、大学卒業とともに競技を引退しますので本当に優勝の美飾ってほしいです。そしてどこかしらの区、まあ、千森くん絶対どっかには来ると思うんですけども、今までも1年生2年生3年生とずっと苦しんでたんですね、千森くんね。なのでもう今年の箱根は君のためにあると、もう言い切ってもいいんじゃないかと思います。最後思う存分走ってください。そして10区大手町トップ3でゴールテープを切りましょうというのが、今年の中央大学の主な見どころです。はい、さて注意事項、去年も重要なことを言いましたが、1000円送ってもウイルス送るな、まあ、基本的に沿道には行かないでください。行ったとしてもマスクを外しての応援などは本当にやめてください。そして2、思うような結果にならなくても暴言は吐かない。毎年ツイッターを見てると、暴言を吐いている OB、OG の方散見されます。選手は一生懸命走っています。何も失速したくて失速してるわけではないし、ブレーキしたくてブレーキしてるわけじゃないんです。1年間この日のために頑張ってきてくれてるんです。暴言は吐かないでください。そして3番、走っているのは選手だということを忘れないでください。あなた方は応援しているだけです。私含めですが、走っているのは選手たちです。私たちはあくまでも応援させてもらってる立場ですので、それを忘れずに楽しみましょうというわけで、ついに1月2日もう間もなくとなりましたね。誰が 何にこう走るのかという、朝の1月2日の朝を待ち焦がれて、年越しそばもおせち料理もお雑煮も喉を通らないような状況の中大生が多いと思います。ですが、皆さんもう心からもう藤原監督の采配と選手を信じて待ちましょう。そして1月3日の大手町ゴールでは絶対にトップ3でゴールすると信じてこちらも待ちましょう。以上、うさでした。バイバーイ。